はいどうも、東川です。今回は、えー、お久しぶりです。獣フレンズ3、プラネットツアーズの排出結果の報告と、ね、なります。いや、ほんと、間空きましたね。はい。もう、全、実は前回の動画と、アップして以来かな。はい。それ以来の多分、プレイしてきましたね。はい。全然ほんとしてませんでした。で、久しぶりにやったら、まあ、いろいろ変わってて、浦島太郎状態でしたね。はい。とりあえず、これ。 えーとあのキャンペーンでもらった、えー、ジャイアントペンギンちゃんですね残念ながら自分1枚しかもらえませんでしたはいこれ着払いで1000円払ったんですね確か <laughs> これあれ全部ひょっとして全種類揃った人は結構万とかいくのかな <laughs> はい何気に結構痛い湿費ですねはいまあできればもう23枚に4枚ぐらい欲しかったんですけどねはいまあ一応なんか また別の形で何かやるかもしれないみたいなことをコロナの影響でねやれなかった人とかもいっぱいいたと思うんでそ,のそれを考慮してまたやるかもしれないみたいなことを公式サイトでは言ってたと思うんで、はい、それを期待したいと思います。はい、で久しぶりにやってみたらまずビビったのはカード印刷するときに「カード印刷しますか?」っていうのが出て「え何のこっちゃあった?」最初分かんなかったんですよ。<laughs> このカード印刷しますかと印刷しなかったらメダル交換しますって何これと思って、まあ、普通に印刷はしてたんですけどで,そで一通り今セルリ,リアン大、えー、なんだ討伐イベントとかそれをや,やって、えー、SSR コインがそこそこ溜まってたんで、まあ、10回ぐらい回そうかなと思ったらそこで初めてようやく気づいてあそうかこれ落としてダブリのカードがの場合は印刷しないでそれをコインに変えられるのか と思っていやあれは素晴らしいシ,システムですね。はい。紙システムですね。<laughs> あれは本当素晴らしいです。はい。他のゲームもみんなそうしてほしいわ、ほんと。<laughs> はい。<laughs> というわけで、えー、まあ出てきたのはここら辺ですね。大陸おかみちゃんのアイガンちゃん。あと、あ、恥ずかしゃんがさ、そうそう。それ、これは最初気づかなくてそのまま印刷しちゃったやつです。<laughs> ダブっててんだけど。 で、ここら辺のサポートカードとか、フェレックちゃんも何気に、そうですね、SR では初、では初か、はい。このままあ、こんな感じ、サポートカードとか、サポートカードとか、も知らない間に結構増えてるんですね、はい。全然知らなかった、ほんと知らなかった、<laughs> はい。で、SSR は、まあこんな感じ、タスマイデビューちゃんと、ブラックバックちゃんと、サマのシママちゃんと、はい。 ジャパリダンがあと1枚揃えますね。はい。うん。つうか、SSR10 回ガッチャ回して、よは、この3枚しか出,出なかったんですよあと七枚は全部ダブリで。はい。いやー、けど本当、何回見いますけど、あれは本当いいシステムだと思います。はい。コインもたまるしね。はい。いいシステムですね。とりあえず、あと1枚揃えたいところです。で、はい。 アナザーカードが出てくれましたよと。レアのアナザーカード。はい。サクッと出ましたね。ちなみにも、元絵はこれで。本当やっぱ違うんですね。アナザーカードと。通常ね。はい。うん、素晴らしい。で、その後もなんか、もう一枚出てくれましたね。これ、チアジャーはまだ通常持ってないんで、元の絵がちょっとわかんないですけど。アナザーカードもひょっとしてなんか出やすくなってるんですかね。わかんないですけど。はい。 いやとにかく素晴らしかったですね。2000円ぐらいで結構いい感じでしたね。はい。アナザーカード2枚は。はい。というわけで今回は以上です。はい。え、またちょっとね、ちょくちょく動画上げていきたいと思ってます。はい。コチョコチョ動画とか、えー、フレンズ自己紹介動画とか、えっ、ー、と、連続ミラクルか、<laughs> 動画とか、まあ、いろいろと、 とって動画開けていきたいなと思うので皆さんグッドボタンを <laughs> よろしくお願いいたしますとはいというわけで、えー、今回は以上でございますご視聴ありがとうございましたでは。